こちら浦安情報局こちらの時間です。皆さん、一年の中でこの時期が最も綺麗に見えるもの、なんだかわかりますか？そう、夜空に瞬く星です。まず目につくのがオリオン座。オリオン座には2つの明るい星があります。1つは右足にあたるリゲル、もう1つは左肩のベテルギウス。このベテルギウスと子犬座のプロキオン、大犬座のシリウスを結ぶと冬の大三角形。さらにオリオン座の腰にあたる3つの星の右上を見てみると、明るい赤い星アルデバランにたどり着きます。これは牡牛座の目にあたる星です。牡牛座の上には御射座、御射座の左には双子座。これらの星は夜の9時ごろ、南東から真上にかけて現れます。まだまだ寒い日が続きそうですが、暖かい格好で外に出て星空観察をしてみてはいかがですか？では今回のこちらのラインナップです。まずは市内の出来事、浦安蛇物語、被災地交流をお送りします。では市内の出来事をお送りします。12月20日、浦安市は災害時における支援に関する協定を日本ベルファンド投資法人と締結しました。市ではこれまで市内のスーパーとの物資の供給に関する協定やホテルとの災害時要救護者対策の協力に関する覚書などを締結してきました。今回の協定は災害が発生したときに地図やラジオなどによる情報提供、帰宅困難者の受け入れ、水やトイレの支援などをしていただくものです。こうした内容の協定は今回が初めて。他にも赤棒首都圏軽自動車運送協同組合千葉県支部、千葉県トラック協会市川支部が救援物資などの輸送、千葉県行政書士会スターツ CAM 株式会社が被災者支援の相談窓口の開設など支援に関する協定を締結しました。市長はこれからも災害協定を通じてより交流を深め、災害時の連携を図っていきたいと話しました。12月23日には文化会館で大工ミリオーネン音楽会、これは毎年大晦日に開催していたカウントダウンでの大工が震災の影響で12年間の幕を閉じたため、浦安シティオーケストラや合唱団のメンバーが今一度大工を演奏したい、歌いたいという熱い思いで音楽会を開催したものです。ベートーベン作曲の交響曲第9番、通称大工。ミリオーネンとは大工の歌詞の一部で、幾百万の人よ抱き合うがいいという意味の歌詞から取ったもので、歌声を全世界幾百万の人々へ届けたいという思いからつけたそうです。合唱団およそ100人、オーケストラ60人余りがその素晴らしい音色を聞かせてくれました。
には郷土博物館で鏡開きと新春獅子舞。これはお正月の行事である門付けや鏡開きを行い、季節のイベントを楽しんでもらおうというものです。ところで皆さんは門付けという言葉をご存知ですか？これは家の門口、出入り口に立って音楽や舞などを行うこと、またその人々も意味する言葉です。浦安ではお正月にお囃子と獅子舞が家々を回って歩く門付けが行われていました。それぞれの家では厄を払ってくれる獅子舞を歓迎し、家の中まで上がってもらうことも多かったようです。郷土博物館ではそのお正月の行事を再現しました。縁起のいい獅子舞は五穀豊穣祈願から厄払いまでしてくれる新年のお祝いです。屋外展示場の家々を回った獅子舞、今年もいい一年になるようにと皆さんは獅子舞と一緒に場内を回りました。門付けの後は鏡開き、鏡餅で作ったお汁粉が振る舞われました。甘くて熱々のお汁粉、10分ほどで整理券がなくなるほど毎年大人気のイベントです。エントランスホールでは寿獅子舞大黒舞、この日郷土博物館ではめでたい舞で皆さんと一緒に新年をお祝いしました。郷土博物館では現在企画展浦安の海苔養殖を開催しています。これは海苔についての歴史や文化、生態、そして博物館で行っている海苔事業などについて分かりやすく、さらに興味深く紹介している企画展です。展示室には浦安の海苔養殖の歴史や海苔を作るために使われていた道具、海苔作りの1年間の写真などを展示しています。道具のコーナーには海苔養殖が盛んだった頃実際に使われていた包丁や海苔切り器、海苔すき台、押し枠、同じ大きさに切るための押し切り、出荷するときに海苔を入れる海苔箱など、収穫から出荷までの工程で使われた道具を展示しています。浦安の海苔といえば美味しく非常に人気があったといいます。そんな浦安の海苔について知ることができる企画展です。また海苔養殖が行われていた海が震災後どうなっているのかをデータや写真で見ることもできます。この企画展浦安の海苔養殖は3月17日まで開催しています。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。さて皆さん、今年の干支はご存知ですよね。そうです、6番目の干支、巳年、蛇年です。蛇というと忌み嫌われることも多いのですが、一方では神の使いとされたり縁起のいい捉え方をする考えも多くあります。今回は巳年ということで浦安の蛇にまつわる話などをお伝えしていきます。ところで巳年の巳の字、この文字にはどういった意味があるかご存知ですか？実はこの字は胎児の形を表した象形文字で、蛇が冬眠から目覚めて地上に出てくる姿を表しているとも言われているのです。そんなことから始まる、定まる、起こるなどの意味があります。また蛇は成長の過程で脱皮を繰り返すため、これを復活と再生の象徴と受け止めたりする考え方もあります。復興を目指す浦安にとっては縁起のいい年になりそうですね。
執念深い例えとして用いられることが多い蛇。やはりあまり気持ちのいい生き物とは思えませんよね。しかし執念深いということは恩を忘れないとも取られ、蛇にまつわる恩返しの話はたくさんあります。浦安の昔話にもそんな話が残っています。ある人が漁に出たとき、海に蛇が泳いでいたそうです。その蛇は船に捕まろうとするのですが、嫌われているのでみんな追い払ってしまったそうです。しかしその人がかわいそうに思って自分の船へと近づいてきたときに黙って見ていたら船に上がってきてしまいました。しょうがないとそのままにしていましたが、特に悪さもせず船に乗っていたそうです。そして船が陸に近づくと何事もなかったかのようにすっと陸に上がっていきました。それから何年か過ぎた頃、その人は大病にかかり医者からも見放されてしまいました。しかしその夜から蛇が体に巻きつく夢を3日続けて見てうなされたということです。それ以来日に日に良くなってきて、すっかり元の体調を取り返し、医者もびっくりしたそうです。これは海で助けた蛇が恩返しをしたのではないかという話として語り継がれてきました。ところで皆さんのお宅ではお正月には鏡餅を飾りましたか？この鏡餅、よく見ると何かに見えませんか？実はこの形はトグロを巻いた蛇だという説もあるそうなんです。また蛇の目傘も真上から見るとその模様が蛇の目に見えることからこの名前がついたものです。そして提灯の胴体やアコーディオンなどのように伸縮するもののことを蛇腹とも言いますよね。さまざまな例えにも使われる蛇ですが、最近浦安でその姿を見ることは本当に少なくなりました。昔は浦安にも普通にいたそうなんですが、実際にどんな蛇がいたのでしょうか？昔は地潜りってこのぐらいのいっぱいいたんだよね。あ、それは蛇の種類の名前。やっぱり地潜り、やっぱり蛇だよね。そんなに高くないんだ、見たことない。みんなね、あの地潜りってやつ。あ、短い蛇。今あんまり見たことないよね。青大将がでけえのはね。青大将ね。やっぱり青大将もいた。あ、いやいた。やっぱりいたんじゃないの。だから昔はほら田んぼもあったでしょ、いっぱい。はい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 。今ほら田んぼだとか石っていうのはないから。ね、昔は石のね、あそこら行くとその吉野中からね、蛇やなんかいっぱいいた見たんですよ。あ、こう脱げんでしょ。我々行くと、で尻尾持ってこう振り回すですよ。ね、でみんな怖がっちゃうでしょ。だそういう人たちやってたんだよな。あとはね、マムシね、マヤカマムシ。マムシもいたんですか。いたっていうね。マムシはお金からね。そうですよね。あいつは毒あるんだべ。毒あるじゃん。クリスマスだね。大連寺ので裏っかにね、竹やぶあったのね。そこにはいたね。マムシ。今でもお寺行くと。いくらかいるような話だね。あの法事園も大事。日本では弁財天が蛇の形をした神として水辺に祀られますが、浦安も例外ではありません。堀江にある清流弁財天、古くは生身蛇形弁財天といい、商売の神様として信仰されてきました。この場所にお堂を建てて弁財天を祀った理由が白蛇伝説です。このお堂の前ですね、それは明治44年というあの記録があるようですね。ここはなんか原っぱだった時ね、白蛇が走っていくのを見た人がいたそうです。白蛇ってのは珍しいもんで、でお伺い立てたら、はい、では弁天様のお使いだというあれが出たそうなんですよ。それからその蛇をこの弁天様の守護神としてここへお堂が
立つようになったそうなんですけど。それから1ヶ月後、高潮によってお堂が流されてしまったそうです。暴風で流されて、そのお堂がまた元へ戻りましてね、それからあの霊験が新たになったっていう話を聞いておりますけど。実は清流弁財天の白蛇伝説はこれだけではありません。大正6年の大津波でまたも流されてしまいました。お堂が見つかったのは当時の南行徳村。お堂の上には白蛇が乗っていたそうです。蛇行や長蛇など日頃使う言葉の中にも蛇のつくものがあり、蛇にまつわることわざもたくさんあります。人にとって恐れ嫌うものの代表的な存在ですが、蛇は天地創造の昔から知恵や財産をもたらす神様として信仰の対象にもなっています。平成25年は巳年、蛇年です。意味嫌うだけでなく、少し見直してみませんか。もしかしたら恩返しがあるかもしれませんよ。続いては年末に行われた被災地交流サッカーフェスティバル in 浦安のご紹介です。ご覧ください。12月29日、明美球技場に集まってきたサッカー少年たち。2011年の大震災で被災した福島と宮城、そして浦安の子どもたちです。被災地交流サッカーフェスティバルは浦安ジュニアサッカークラブと浦安市サッカー協会の共催で行われたイベントです。代表の谷口さんに目的を伺いました。浦安被災地で非常に大変な経験をしましたけども、子どもたちもサッカーで苦労しまして、被災後サッカーができないような状況が長く続きました。明美の球技場も1年半ぐらい工事の開始に時間がかかってしまいまして、まあ、そういった被災地の経験ということをよりその震源地の近い東北のサッカークラブの子たち、福島県からも来ていただいてますが、まあ、放射能汚染によっていろんな制限がなされていると思うんですが、そういう被災地同士の交流をすることによって、この被災地の経験を風化させないようにしていこうと、そういうことで企画をしました。今回参加したのは市内から4チーム、南行徳1チーム、福島2チーム、宮城1チームの合計8チーム。2日間かけてサッカーの試合やキックターゲットなどのゲームを楽しみました。主催した浦安ジュニアサッカークラブはどんな団体なのか伺いました。実は浦安ジュニアサッカークラブ、浦安サッカークラブというのは少年から中学生、高校生、社会人、そしてレディース、シニアということで300名ぐらいの方がサッカーに親しんでいます。でその社会人のチームが昨年度ですね、千葉県のリーグで優勝しまして、で関東の大会で優勝して関東リーグというところに昇格をしました。ゆくゆくは全国リーグであるジャパンフットボールリーグ JFL に、昇格を目指して今頑張っております。で私どもその今年昇格のタイミングでですね、浦安市にスポーツとカルチャーで貢献したいということで、浦安スポーツ&カルチャークラブという総合型地域スポーツクラブというものを立ち上げました。その最初の大きな活動はやはり少年たちと一緒にやっていきたいということで、浦安サッカークラブのトップ選手たち、中には元 J リーグの選手なんかもおりますし、これから J リーグ目指す選手もいるんですけども、そういう選手と一緒に子どもたちも触れ合うような場を作っていきたいなということで、我々主催をさせていただいております。試合は2つのブロックに分けての総当たり戦、明美球技場と明海大学のサッカーグラウンドで行いました。福島県いわき市から参加した古川 FC 監督に話を伺いました。震災後ですね、近くの道路のマンホールがこう飛び上がってるっていうイメージで、来てみたら本当に全然そういうこともなく、そしてあと一番良かったのがグランドですね、
こういう素晴らしいグラウンドで、サッカーさせてもらって、これが一番、子どもたちにもう生き生きと本当に、サッカーできるっていう、今福島では本当にグラウンドがなかなか取れなくて、去年までは放射の問題でなかなかグラウンドで、時間も制限されて、そんなに、屋外で活動ができなかった。で本当に1日ですね、こういう素晴らしい環境で、サッカーさせてもらってるっていうことは、本当に浦安の協会の皆さんみんなに感謝したいなと思ってます。子どもたちはつい先ごろまで外に出るときは放射能測定器をつけていたそうです。この日の朝5時にいわき市を出てきたというメンバー、浦安のチームと試合をした感想をキャプテンに聞きました。ここが埋め立て地っていうのが嘘みたい、足技がとても弱くて何点も得られちゃってちょっと悔しい。福島から参加したもう一チームは白河市から来たホワイトリバー FC。 試合前や後のミーティングは子どもたちだけ、自分で考える力を養うためだそうです。ホワイトリバー FC の監督に話を伺いました。いや、ディズニーランド来たことあったんですけど、ここまで来たことがなくて、いや、こんな素晴らしい街なんだなって改めて、はい、気がつきました。はい、今はグラウンドが使えるようになったんですけど、1年間結局その放射線が高かったので、まあ体育館でやるときには、まあ、体育館の普通のサッカーって、あとはその公民館を使わなければならないときもあったので、そこはもう本当裸足だと、もううちのサッカーっていうのはこうもう本当にこう個人でこうドリブルで持っていくみたいなのが主体なので、まあ、そういったトレーニングを、はい、ただ畳が擦り切れたりもするので、はい、その辺をうまく兼ね合いをしながら、はい、その公民館の持ち主の方に苦情を聞きながらやってました。はい、個人技を主体にゲームを運ぶこのチーム、ね、前日に千葉県に入り船橋で練習をしてから浦安に来たそうです。キャプテンに話を聞きました。浦安はなんか都会っぽくて、なんか広くて空気もいいし新鮮な感じがあって、サッカーでも強いチームがいっぱいいるから、それで自分たちも成長できるから、それが一番楽しかった。宮城県石巻市から参加したのは海北 FC ファンタジスタ。東日本大震災で長い間練習することすらできなかったというメンバー、震災前まで使っていたグラウンドも津波で亡くなった方を安置する場所になるなど、大変厳しい環境の中で活動してきました。監督に話を伺いました。少しずつなんですけども復興してきましたので、もともと使ってた人工芝のグラウンドもここ2ヶ月くらい前にようやく取り戻したので、まずそこで練習できるようになりましたね。はい、被災した地区もありますから、まあ、サッカーどころでないっていうのは正直なところなんですけども、でも子どもたちからさらにサッカーまで奪ってしまったら、やっぱり何も残らなくなるんで、せめて本当にやってできる環境だけは我々で何とかして、で本当に、まあ、一人でも多く、まあ、サッカーを通じてですね、少しでも心が癒せたらということでなんとかやってますね。みんな本当に招待されて楽しんでます。はい、来てよかったって言ってますからね。我々にとってもレベルの高いチームとさせてもらったんで、まあ、改めて戻ってから課題がたくさんある中で練習もできますしね。みんな楽しそうにサッカーをしていました。キャプテンに感想を聞きました。グラウンドとかたくさんあっていいところだと思います。グラウンドの設備とかベンチとか浦安の方いっぱいあるし、人工芝でやりやすいっていう。この日明海大学のグラウンドでは
浦安サッカークラブのトップチームの選手たちとの交流、 PK 勝負をしたり1対1の対戦をしたり、笑顔があふれていました。1対1の対戦では浦安と東北の戦い、サッカーボールを蹴るのを楽しんでいました。29日の夜はうららメールで交流会、東北のチームが地域の現状を発表しました。それぞれ震災による被害状況は違いますが、どこもサッカーすらできなかったことは同じ。ようやくその作業が行われ、放射線の量はすごく少なくなり、ようやくグラウンドが使えるようになりました。海北 FC のメンバーが震災当時の心境などを作文にして発表しました。避難して少しすると学校の3階の窓から高見川をぐんぐん登っていく水の塊が見えました。何が起きたのだろうと驚きましたが、周りの人が津波だというのを聞きました。何も情報がなく、誰かが持ってきたラジオからは壊滅状態、荒浜で何百体の遺体という聞いたこともない恐ろしい言葉がシーンとした教室に響きました。この大震災では改めて絆の大切さ、素晴らしさを学びました。私たちが被災し、サッカーができなくなった時、被害の小さかったサッカーチームが練習や試合に招いてくれました。同じサッカーをしているというだけで、たくさんのサッカー関係者の方々にが支援をしてくれました。またたくさんの有名人が石巻を応援に来てくれましたが、その中でも憧れのサッカー選手のプレーを間近で見させてもらったり、サッカーを教えてもらったことはとても勇気づけられました。私も将来プロサッカー選手になって、大好きなサッカーを通じて世界中のみんなに夢や希望を与えられるようになれたらと思います。発表の後はみんなで10年後の夢を書きました。世界一になる、夢や希望を与えられるサッカー選手になる、人の役に立てるようになりたいなど、さまざまな夢が出ました。30日はあいにくの天気、それでも早くサッカーがしたいとグラウンドに現れた子もいました。元気に走り回るサッカー少年たち、浦安の子どもたちに感想を聞きました。いや、ドリブルが上手な感じがした。東北のチームも結構寄せとかが早くてうまかったです。震災とかあって、親とか亡くしたりした人もいたから、すごい頑張ってるのが伝わりました。サッカーを通じて交流し、お互いの状況を知ることができたフェスティバル、子どもたちの笑顔と大きな夢がとても印象的なイベントになりました。いかがでしたか、今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は市内の出来事、浦安探訪などをお送りします。寒い冬が続きます。空気も乾燥し、火災が起こりやすい時期です。火の元には十分気をつけてくださいね。火災は大半が自分で防ぐことができる災害です。油断大敵ですよ。それではまた。